商法。商法。商法はしばしば民法の一種だとみなされており、司法及び広報に関わる事柄を扱う。米国では統一商法典というものが実質的に米国全土の商法典として機能している。日本の法律の一つである商法、明治32年法律第48号、英語、コマーシャルコードは商人の営業、 商行為その他商事について定めた法律である。一条一項。商事に関して、商法に規定がない場合には、監修法である、商監修に従い、商監修にも規定がない場合には、民法が適用される。一条二項。日本の商法は関連する法令を含め、一般に、下記のような分類がなされる。現在独立している法律、会社法、保険法、 手形法及び小切手法もかつては本法の一部を構成していた。本法は1899年、明治32年の制定以降、大規模、小規模の改正を重ねて、現在に至っている。制定時は、第一編総則、第二編会社、第三編小行為、第四編手形、第五編解消であった。第四編は、手形法制定で、 1> 第1章から第3章までが、小切手法制定で第4章が削除され、長らくの間は、第1編総則、第2編会社、第3編章行為、第4編会社となった。その後、会社法制定に伴って、会社に関する規定の削除等の整備が行われ、現在の変更制となる。さらに、保険法制定で、第2編第10章が削除された。 実質的意義での商法は、司法の一般法である民法の特別法として位置、付けられるが、その法領域については、議論がある。当初は、経済上の商、すなわち生産者と消費者との間に介在して、有経済化の転換の媒介をする、営利行為、固有の商を対象とすると把握されてきた。しかし、経済の発達により、 このような媒介行為の必要を満たすための補助的な行為、銀行取引、物品運送、損害保険など、補助証やこれらと類似の経営方法によるもの、出版、旅客運送など、第三種の証についても、商法の対象になるとされるようになった。このような事情があることから、上記の行為を統一的に把握するため、どのような点に着目して、 実質的意義の商法を把握すべきかが問題となる。民商二法統一論とは民法典と商法典とを一元化すべきであるという主張である。民法から独立した商法体系を構築することは不可能ないし不要であるとする見解を前提としている。日本では明治の梅健次郎以来その歴史は長いがあまり支持されていない。江戸時代には幕府が 受教的な重能そもそも小政策を進めたこと、諸藩が自藩の産業保護を優先したことによって、商業の全国的レベルでの発展は抑え込まれた。現代的な会社形態の組織が生まれることはなく、商業のほとんどは個人または同族経営による商店のみが存在した。そのため、商取引は召喚集に従って行われた。それでも、大阪などの大都市を中心に、 高度な為替システムの成立を見るなど、その水準は決して低くはなかった。明治に入ると、近代的な会社、企業組織などの考えが日本にも伝わった。政府も欧米の巨大な資本に対抗するには日本でも企業を起こしていく必要性があると考えた。そこで、市の交渉的な職業の制限を廃して、会社設立を容認する政策を取った。 だが、会社の設立のルールが存在しなかった。先行していた、国立銀行条例。1872年が、模範例とされたが、あくまでもモデルでしかなかったため、その組織形態もバラバラでありすぐに倒産する会社も少なくなかった。また、為替などに対する統一した基準と法的根拠を求める声も高まった。1882年に、為替手形約束手形条例が、 暫定的に定められた。そこで1881年4月、外務省嘱託であった、ドイツの法学者で、経済学者でもあったヘルマンロ・エスレルに、商法基礎を依頼したのである。彼は、ドイツの商法をもと、破産法などはフランスによるにした草案を1884年1月に完成させた。この草案をもとにして1890年に成立したのが、 旧商法と称される商法明治二十三年法律三十二号を出る。この商法は商の通則、解消、破産の三辺から構成されていた。これを審議した元老院では施行を翌年に一月からと定めた。ところがこの年の秋から帝国議会が開かれるようになると民法天丼層の煽りを受けて新しい商法に対する反対論が紛失した。 そこには、法学者のみならず、商工会議所。当時、東京では、商工会、大阪、神戸では、商法会議所と呼ばれていたに属する、商工業者からの講義もあった。主な意見として、一つは、民法と商法とは密接な関係にあるにもかかわらず、民法は、フランス系で、商法は、ドイツ系で、法体系が違っており、 双方の間に重複が多すぎるという指摘である。特に契約作成能力や委任契約に至っては二つの法律の間に矛盾さえ生じていた。もう一つはロエスレルが日本の召喚集を曖昧で全近代的で全く考慮に値しないと評して監修法としての値を全く認めようとしなかったことがある。ホズミノブシュゲラが 商法はそもそも召喚集の修正に由来するのに、現地の召喚集を無視した商法はあり得ないと主張したこともあって、実際の商法では召喚集を認めたものの、低い地位に置かれていた。だが、同じ商工会議所でも、海外貿易の盛んな大阪では、早期思考を要求する単願が、逆に東京では思考延期を求める単願が出されるなど、複雑な展開を見せた。 結局、商法の施行は2年間、後に期限は更新された延期されることになった。だが、後に、東西の商工会議所の間で、日本に具体的な規定がない会社法や破産法については、暫定的に商法を施行すべきあるという意見の合意を見たこともあって、1893年7月に、会社、手形及び小切手、破産法の部分の先行施行が実施された。 そして、1898年7月に施行期限、延長手続きの中止によって、全面施行に至る。最も新しい商法草案がすでに帝国議会において審議中で、その成立が時間の問題だったためにあえて再度の延長手続きは取られなかったというのが実情とも言われている。実際、旧商法は1年弱の期間しか施行されなかった。 1893年3月、梅健次郎、岡野慶次郎、田辺香織によって、ドイツ商法を基本にした草案が出され、当時の伊藤博文首相を長とする、法天庁を会において審議され、梅と穂積信主富井正明によって、商法法案としてまとめられた。1899年3月に、新しい商法が交付され、3ヶ月後に、旧商法、破産法は、 旧商法をそのまま転用に変わって施行されることになった。主な改正点としては、会社設立を許可制から、純則主義にし、事実上の自由化を行ったこと、召喚集の地位を引き上げて商法にない規定は、召喚集法を引用するようにしたこと、会社の合併の規定を設けたことなどが挙げられる。その後も、頻繁に改正が行われている。その主な点を挙げる。米国では、 統一商法典というものが実質的に米国全土の商法典として機能している。米国というのは United States of America という名称でもわかるようにいくつものステート、国、国、州が集まって成立している連邦国家であり、成立の基本は一つ一つのステートの方であり、米国の法律の基本は州法である。各州の州政府が制定する州法であり、 米国の五十州がそれぞれ異なる法律を持っている。連邦法というものも確かにありはするが、あくまで基本は州法なのである。ところが、商売、ビジネスというのは州をまたいでも行われるものであり、商取引上の問題が複数の州にまたがる場合に何らかの、米国全体として法的な統制を取る必要がある。そこで、連邦法の適用対象外となっていて、連邦法では、 一律に規制し得ない分野について、米国法を統一する目的で作成されたのが、略す場合は、UCC、統一商法典というものである。米国のものと明示し、他国のものと区別するために、米国統一商法典と呼ぶこともある。この UCC によって、連邦法を制定するのではなく、モデル法案を作成しており、 それを各州に採択させるという方法が採用されているのである。そして、この UCC は現在ほぼ全州でそのまま採択されているので、実質的に米国での連邦商事法のような役割を果たしている。1942年、短縮系 D、米国法律協会と統一州法委員会、ウルックが共同事業として、 UCC の作成に着手し、1951年に最終草案を作成し、1952年に最初の UCC を発表した。現在では、米国すべての州で UCC が採択されている例外は、せいぜい、ルイジアナ州で、同州は部分採択の形を取った。よって、この UCC は、実質的には、米国の 連邦商事法のような役割を果たしていると言えるわけである。内容、構成は以下の通り、細部が幾度にもわたり改正された経緯がある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。